んにちは、ヨハネラブです。このチャンネルは好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、いろいろなポージングが楽しめるこちらの歴代最強リコリスのドールです。リコリスリコイル6分の1級アニモキャラクターシリーズ、錦木つかと。それではサイトへとジャンプ。今回はアミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。歴代最強のファーストリコリスと称される錦木つかとがピュアニーモシリーズのドールとなりました。こんなのもあるんだ。あのリコリスリコイルという作品に錦木つかとという少女が出てくるんですけども、本作の主人公でキッサリコリコで看板娘として親しまれているんですけど、その正体は日本の治安を守るリコリスの中でも最強を誇る実力者なんですよね。物語の10年前に電波塔がテロリストに占拠された電波塔事件というのがあって、当時7歳だった千里の活躍によって解決されたんですよ。その電波塔事件がきっかけで千里が歴代最強のリコリスと称されるようになったんですよね。座右の銘はやりたいこと最優先で、とっても明るい性格なので、放送と自治里の笑顔に救われた人が多いと思います。二つの誓いをしていて、戦闘の際には、視察商談を用いて事件を解決していきます。洞察力と常人離れした資格によって、銃弾を軽々と回避できちゃうんですよ。そんな千里が、今度ピュアニーモシリーズのドールになって発売されるみたいなんですよ。フィギュアとはまた違った魅力が楽しめて、千里のファンにとってはお財布が大変ですね。しどい、推しが頻繁に供給くれるのとあたいしどい。特徴的な髪色や赤いリボンなどもバッチリ再現されていますよ。ファーストリコリスの赤い制服も縫製技術が発揮され、細部まで丁寧に作り込まれています。本物の布生地が使用されているので、リアリティも楽しめると思います。イエイ。関節を自由に動かすことができるので、いろいろなポージングを取ることができます。ボディには可動域を広くできるエモーションが採用されています。それにより細やかな動きや躍動感のあるアクションも再現することができますね。いろいろあるんだね。付属している銃もクオリティ高く、劇中のアクションを再現するのもテンションが上がるかもしません。豊富なハンドパーツも付属しているので、組み合わせることでアクションシーンやあなたの理想な千里も演出できちゃいます。アクションフィギュア化おまけのポージングも取れて、千里推しには大歓喜なドールですね。ファンサービスだ。リコリス制服には本物の布生地が使用され、合法的にスカートをめくれて背徳感も高いと思います。アクションシーンを再現する際にもスカートの中身をチェックできます。千里がどんなパンツを履いているのか、このドールをお迎えした人だけが見ることができる特典となっています。エッチ。また手数売りの井上滝乃のクワニーモの並べは、劇中でのバギー感も再現できますよ。二人のドールと水族館に行った際にはあの名シーンを再現できちゃいます。千里のいろいろなシーンを再現してお楽しみください。さあ満足させてくれよ。こちらのドールは2024年1月に発売です。そしてお値段は 18,800円です。このドールをお迎えしたら、千里の様々なアクションを再現して SNS などで自慢しちゃいましょう。だってそれが愛だろ。今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事は下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。